はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんにちは。よろしくお願いします。ちょっと賑やかなライブの後ですけど、ちょっとクールダウンさせてしまうと思うんですが、ご容赦を。大丈夫。賑やかなライブしてくれはったので、ちょっとこの1曲目ぐらいはちょっと賑やかなやつやってみたいと思います。こんな曲です。プラチナさんで何回もライブさせてもらってるんですけども、僕のね、ママのママがいつもこれ弾いてくれっていつもね言われてる曲があって、ここに来たらちょっとそれを弾かなければ返してくれないというね、ちょっと恐怖心がちょっとあるので、ちょっと早口にそれを弾きたいんですけども、これもまた皆さんが知ってる通りです。お母さん、あれ弾くよ。お母さん、あれ弾くよ。お母さん、くよ。あれ、引くよ。やったー。イエイ、イエイ、2回席、イエイ。どうか、かけてませんか。かけてませんか。そんなん、言うからね。言うからね。
なんであの時車乗ってくれんの。また言うかもつな。3回目やる。そうなんですよ。またそのお話もこういう後でしたいと思いますね。はい、こんな曲です。15年前か、CM で村民の絵協定上 の、 コマーシャルがあったんですけども、そこで流れてた曲です。ウォーターイズワイドという、曲をちょっと弾いてみたいと思います。よろしくお願いします。
という曲なんですけど、聞いたことある人？約7割のね、方がね、知ってくださってる皆さんも、僕が作った曲のように弾いていました。そんなことないですからね。ちょっとバラードがついてもないけども、ちょっとバラード弾いちゃったので、僕はインストをやってるんですけども、普段ね、こういう指弾きなんですけども、こうキャーン、こちらに伸ばしてね、やってるんですけどもね、ある時ですね、指ベッペで弾いてて、お前ビッグ使えへんのちゃんみたいな、風潮っていうのか嫌がらせみたいなね、ちょっとひねくれたお子様がいらっしゃいまして、お子様って高校生ぐらいなんですけどね、そんなんだけ言ってるから俺の方がビッグやったらうまいでみたいな、そんなことないよと、僕だってビッグぐらい使うよっていうね、そんな曲をちょっとやってみたいと思います。ものすごくガチャガチャ言っちゃうかもしれないんで、おそらくここで美味しそうにハンバーガー食べてらっしゃるお兄さんドガーンってくるかもしれないですけども、よろしくお願いします。すいません、謝っておきます。ここにね、注文も変えながらね、してる方いらっしゃったら歌ってもらっても全然構わないでね、カムちゃんとかね、よろしくね。英語全然わかんないですわね。普通の開示されたそういう病気があるんじゃんかよ。お姉ちゃんバイク許そう、絶対乗ってくるわ。バイク許そうやってるんです、ノルウェーに。
あのとある会場で同じことをやったんですね。あのガチャーンって、その会場はあの平均年齢72歳ぐらい、弾いてたらね、そこ同じように座ってたおじいちゃんこうやってたんですよ。あら無表情で、トラウマのある曲やったんですけど、さあ時は短いようで次はラストの曲でございます。マジまるで言わせたかのようだもっと言わせてさあもう人のことシュールとかさいいけどさこんばんは面白いくせにそうないですよね、僕を知ってる、ね、人はねね。じゃああと2曲だけ演奏させてもらいたい。
そろ投げ銭ライブらしいので、投げ銭のボックスがねどこかにあるということで、お願いします。入れた、もう入れた、よかった、よかった、よかった。アンコールは、アンコール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 、ほら。じゃあアンコールの曲を、そうですね、選んでもらいましょうか。激しいのとゆったりなのとどっちがいいですか。ゆったり、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 めっちゃ力説されたけど、ゆったりね。ゆったりの曲を、弾かさせていただきます。ありがとうございます。おお、俺いける。Yeah.